転送完了しました。よっ、よく来た。敵は手強い。気をつけろ。どうした諸君、こちらはいつ始めても構わぬのかい。セル、おめえベノムズの仲間になって何企んでんだ。誤解しないでほしい。私は彼らの仲間になったわけではない。一時的に手を組んだにすぎない。利用できるものは利用するだけだ。さあ始めるぞ。シュウキクラ、いっちょやっぞ。なかなかやるじゃないか。注目すべきは孫悟空だけではないようだな。だがこの続きはまた今度にしよう。なんだセル、決着つけずに逃げんのか。孫、よせ。今はセルだけに構ってる暇はない。ピッコロの言う通りだ。お前たちの敵はこの私だけではない。心ゆくまでこの混沌を楽しむがいい。私も大いに楽しむとしよう。お前は先にベースキャンプへ戻れ。まだ残ってるベノムズたちはオラたちで何とかできる。おめえは他の奴らの応援に向かってくれ。転送完了しました。来たか。期待しているぜ。麦わらに革命軍の参謀総長、それにまたおめえか。勢ぞろいでお出迎えたご苦労なこった。でもよ、悪いが俺は新しい仲間のスカウトに忙しいんだ。そこどいてくれねえか。誰が毒か。死に急ぐなよ。ゼアッ、くぞ、ぶっ倒してやる。
強えだ。こりゃ参ったぜ。今日のところは退散だ。待て、黒ひげ。またな、麦わら。くそ。お前は先にアンブラスベースに戻れ。俺たちは残って調査を続ける。どこも戦力不足らしいからな。お前が行けばみんな喜ぶだろう。頼んだぞ。転送完了しました。やっと来たな。遅かったな。待ったぞ。今回の相手は手ごわいけど、この3人ならなんとかなるってばよ。大筒木勘弁だ。すげえチャクラだ。ああ、チャクラとは、わらは唯一のもの。我が物顔で乱用するにとどまらず、別の世界へ持ち出すなど我慢ならぬ。
たか。助かったわといったところだな。ああ、すべてのチャクラの元だってんだから強くって当たり前だってばよ。お前は先にベースキャンプに戻って他の奴らの救援に向かってくれ。どこも戦力不足。お前が行けばみんな助かるだろう。かぐやが引いたか。何？いつの間に。これ以上俺の邪魔をするのはやめろ。別に邪魔してるつもりはねえよ。ただお前がひでえことばっかすんのは黙って見てらんねえよ。ヒーローというやつか。虫図が走る。ヒーローは世界を救う正義のために。俺はその世界を壊してやる。正義を否定し力が支配する世界を作るために。支配？そうだ。それがこの世界のあるべき姿。力を持つこの俺、世界を作り変えてやるのさ。力だけで世界が作れるかよ。そんな簡単じゃねえ。それがどうして。正義を信じたせいでこの醜い世界に殺された者もいる。彼女たちだけが犠牲になって、他の者たちはぬくぬくと生きていくというのか。何言ってんだ。新たな世界のために消えろ。まだやろうというのか。もう諦めたらどうだ。ここで止めねえとまた世界を壊しに行くんだろ。俺は諦めねえよ。俺が諦めるのを諦めろ。やる気は十分だ。しかしだったらいい加減にしたらどうだ。後ろの足手まといをかばいながらで
本気を出せん。誰かを守りながら戦う愚かだ。俺は仲間を守りてえだけだ。助けに来たぞ。なんと遅くなってすまねえルフィ。それに悟空のおっちゃん、ボロボロじゃねえか。あいつそんなに強いんか。ああ、強いってもんじゃねえってばよ。三人集まればどうにかなるとでも思っているのか。どうだろうな、けどやってみねえとわかんねえぜ。力なき者は消えろ。大丈夫か。それがヒーローか。誰かを守るために戦う。だお前はどうだ。ただ守られているだけではないか。あいつの言うことなんて気にすんな。俺たちは仲間だ。仲間が助け合って何が悪いんだってばよ。なかなか都合のいい言葉だ。お前は目障りだ。お前のような弱者はここにいるには対しない。これで分かった。力なき弱者があがいたところで結果はこの通りだ。情けねえ顔すんな。そうだぞ、お前は弱くなんかねえ。思い出せ、これまでお前がベノムズ相手にどんだけ戦ってきたか。そうだってばよ。おめえはまだまだ強くなれんぞ。ガラ、逃がすんだ。しかしここは俺たちに任せろ。ガラ、そいつを頼んだ。分かった、行くぞ。お前のせいじゃない。お前はよくやった。あの三人なら大丈夫だ。カインの力は強大だった。自分を責めるな。オニキスブックによって悪意の種はまかれ、コズミックキューブには順調に悪意で満ちたエネルギーが蓄えられている。このまま行けば予定よりも早く現実世界とジャンプ世界の融合が果たされるわ。そしてついに最終段階の時を迎えるのね。その時こそ私たちキーマンが全ての世界を導く。残念ながら戦況は厳しい。各地に現れたベノムズたちによって多くの都市が壊滅的な被害を受けている。悟空、ナルト、ルフィという大きな戦力を欠く中、敵の戦力はますます拡大している。カインの目的は世界の破壊。そのためにコズミックキューブを集め何かを計画していることは間違いない。このまま戦いが長引けば戦況は不利になる一方だ。そこで一つの賭けに出る。敵の本拠地を見つけ出し一気に叩く。戦況を一変させるには思い切った決断も必要だ。敵の本拠地については
僕の調査で、すでに目星はついている。確証が得られるまでの間、みんなには引き続き、ベノムズの撃退に当たってもらいたい。情けねえ顔すんな。そうだぞ、お前は弱くなんかねえ。思い出せ、これまでお前がベノムズ相手にどんだけ戦ってきたか。そうだってばよ。おめえはまだまだ強くなれぞ。マスター、行きましょう。